パーツの犬、PC 自作用工具セット、静電気防止手袋ね、これがすごく、はい、どうも皆さん、こんにちは、長野です。今回ですね、新しくパソコンを購入するにあたりですね、まあいろいろ悩んだ結果ですね、自分でパソコンを組み立ててみようかなというふうに思いましてですね、今回、組み立てるパソコンを注文しました。注文したのはですね、ドスパラのパーツの犬というですね、モデルになります。パーツの犬とはですね、ドスパラが完全研修した初めての方でも簡単に始められる自作パソコンセットですということで、今回僕初めて自作パソコンを作りますので、ドスパラのパーツの犬がですね、一番安心できるなというふうに思いまして、今回購入しました。こちらのパーツの犬はですね、相性問題の心配はなし、完全動作保証、購入後も安心の保証付き、万が一の破損もお任せ安心のパソコン保険、初めての方でも楽々組み立てマニュアル、工具セット付きだから即組み立て OK、 今なら最大5000円分のポイントがつきます。あと全て揃ってから送料無料、ポチッと押したら即お届けということでですね、非常に初めて自作パソコンを組む方にはなんか安心できる部分がいっぱいあるので、今回こちらのパーツの犬のですね、モデル名102のですね、ミドルレンジのパソコンにしました。ではパーツをご紹介したいと思います。はい、中はこんな感じで結構しっかりとね、クッション材も入ってて安心できる梱包になっています。よいしょ。はい、まずこちら電源はですね、エナーマックスのレボリューション XT2 にしました。まあおすすめの方に入ってたので、まあそのままおすすめのやつを買いました。はい、続いてマザーボードはアスロックの H170 Pro 4にしました。こちらもおすすめのところに入ってたので、そのままこちらにしました。はい、続いてこちらグラフィックボードはですね、 GForce の GTX1060 スーパージェットストリームというですね、ドスパラ限定のネット限定のモデルになると思います。こちらはまあ動画編集とか、まあゲームとかしやすくなるかなと思ってこちらにしました。続いてこちらはですね、日立 LG の DVD ドライブですね。 PC のケースを白にしたので白のモデルにしました。はい、続いてこちら、東芝のハードディスク、3.5 インチのハードディスクですね。これ 2TB を買いました。はい、こちら CPU ですね。インテル Core i7-6700 3.4GHz 4 Core 8スレッドのモデルを買いました。はい、続いてこちら、CPU クーラーはですね、付属のものではなくて、ディープクールの GAMAX300 という、CPU クーラーにしました。こちらちょっと大きいんで、まあ取り付けがちょっと心配なんですけども。続いてこちら、メモリーはですね、キングストンの KVR-DDR4 というですね、メモリーにしました。これ2つ買いました。はい、あと Windows のソフト。続いてこちら、パーツの犬キャラクターボイス集ということで、CD が付いてきています。はい、あとこちらですね、物損保険サービスの、チケットが付いてきています。こちら購入から30日まで有効だそうです。はい、続いてこちら、パーツの犬 PC 自作用工具セットということで、いろいろドライバー、ニッパー、あとそれから静電気防止手袋ね、これがすごく大事だなと思います。特に冬なんで、ちょっとこれ大事に使っていきたいなというふうに思います。これ便利ですね、そこね。あと最後にパソコン組み立てワンポイントアドバイスというのが入っています。はい、パーツは以上になります。はい、それからですね、 PC ケースはですね、エナーマックスのフルモ Q、 こちらのホワイトモデルにしました。白が好きなので白モデルにしました。こちらで、ね、組み立てるときに開けたいと思います。それじゃあ組み立て始めたいと思います。